どうも、このまるです。きたろです。まあ、あのさ、まあ、TMI 的なこと言いたいんだけど、あのもう桜のさ、開花のニュースがあるじゃん。うんうん。でも東京なんてもう開花しましたみたいななっとって、でも週末には満開になるみたいな、うん、え、早ない？いや、そうな、めっちゃ早いよね。わ、そっか、私ニュース全く見てなかったわ。なんかそういう桜系のやつさ、そう見てなかったから。あ、マジか。そうだよね。そうだからさ、ちょっと前まですごい寒かったのにさ、もう桜、え、咲いたみたいな。え、どこ行くどこ行くの、行かんけどさなんか、え、なんか行きたくなるよね。そう、てかさ、ほんとさ、昔さ、共通の友達と一緒にさ、御苑のさ、桜見に行ったことあったよね。あ、そう、共通の友達なんださ、宮沢さんじゃない？そう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 、てか宮沢さんの話、ザスト、え、宮沢さんの話さ、ビーファースト系で出したことあったっけ？ないか。まあ、あの、INI とかのね、イーちゃんのファンだから、そう、INI の話でね、うん、あと、ボイプラでなぜかちょっと出てきたりするけど、名前。うん、そうそうそう。共通の友達ね、あの、普通にオタクの共通の友達で。うん。いや、だからなんか、いいなと思って、御苑とかさ、なんかたまに行くんよ、今も。うんうんうん。なんかやっぱ散歩とかさ、にもいいし、うん、なんかやっぱ、植物とかさ、自然が多いから、うん、あ、桜も綺麗だろうなと思って、今年もね。確かに。てか関係ないけど、なんならさ、そのスキズのヒョンジン、まあ、イケメンの方ね、ヒョンジンもこの、うん、あの日本一回来日した時の Vlog みたいな見たんだけど、御苑撮って、新宿御苑撮って。いや、そう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 、なんか久々に見た、めっちゃいいじゃんと思って、私も行きたくなったもん、うん、それ見て。うんうんうん、ね、いいよね。しかもやっぱ桜ってさ、あの期間限定みたいなとこあるじゃん。うん、あ、すぐ散るからさ。そうだね。桜の花びらたちが咲く頃ねえ、すごい、俺は刺身見たけどさてん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 、音忘れた、ごめん。チャイムの音わからんが、ごめんいやいや、大丈夫大丈夫大丈夫。たまにそうだから、なんかね、その儚さもいいよなと思って。そう、キータロさん好きそう、儚さ好きそう。そうだよ、そう、スパッと咲いてパッと散るから桜はね。なんで桜好きでさ、歴史の話好きじゃない？同じようなもんマジで一括りだったじゃあ今日は BE:FIRST FIRST ONE MAN TOUR B1 2022-2023 の Hulu 配信の感想11個目やっていきます。いや、怖い。ダンクが迫ってるからさ、後ろから。ダンクショーケースが追っかけてきとるんです。後ろの方によるずっと。やばい、聞こえてくるよね。ダン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 って聞こえてくるよね。テン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 、あー。そう。そう、もう聞こえてくれ、もうなんか足音がね。いや、もう、結構後ろの方おるよね。うん、おるおる。まあだからちょっとピッチ上げながらね、話していきたいなと思うんだけど、うん、でもね、こっから本当にもう大好きゾーンだからさ。うん、やばいね、最後の本当にクライマックスっていうかね。うんうんうん。で、先に瀬戸利がこちらです。ピヨピヨ、なんか私のピヨ待ちの方がいらっしゃるみたいです。そう、ピヨにもファンいるみたいな確かに。あと関係なく、私の好きな YouTube チャンネル、ピヨピヨ速報なんで、すごい、どうでもいい。それは知っとる。で、まあまあまあ、で、前回はグレートフルペインの曲の感想のところまで来たんだけど、まあ、ここからのレオ君のありがたいお言葉のところだったよね。うん。うん、いや、まずね、眼差しね、こう、何回見ても眼差しがやばいなと思って、レオ君の。あー、確かにそうだね。しかも配信だとさ、ほんとさ、表情もすぐ、すごいくっきりわかるから、なんか思い出しちゃったよね、なんかレオ君の言葉に、あと顔に。うん、いや、わかる。なんか、こんな綺麗なお目目で、なんかこうやってさ、いろんなんだろう、本当に伝えようとしてるから、なんか内にこもってる感じの発言じゃなくて、なんか向きとかなんか視線とかすごい外側に向いてて、しかもそれがさ、雑な感じじゃなくて、めっちゃ丁寧に分かって、うん、なんだろう、気持ちを伝えよう、なんか届けようっていう、なんか真摯な姿勢というか、そう、誠実さみたいなものが、うん、こういう仕草とか一つとってもすごい伝わるっていうか、声のトーンもだし、なんかこういうとこだよね、レオくんのすごいいいところって。なんかすごい最高じゃない、レオくんって。いや、わかる。そうだね。ほんと会場一人一人に届けようっていうのがほんと伝わってきたし、ね、当時ってか実際この現場でもすごい感じたし。うんうんうん。うん。そう。いや、なんかさ、
あまりにもレオくんがすごいもんだから、なんか本当演説とか上手だなとかそういうことまで考えちゃった。なんかもういやもうそんなこと考えないで俺とか思いながら。わかる。いやでもわかるわかる、うん、すごい上手だよねやっぱり。うん、そう本当確かにこの前言ったけど目も本当うるうるキラキラしてるね。いやそうなんで、レオくんがやっぱり伝えてくれたやつですごい、まあ、好きなのが、僕たちを愛してくれてるようにあなた自身のことも愛してあげてくださいとか、なんかその、うん、自分をすごい大切にしてくださいっていうメッセージがまず込められてるじゃん、うん、その特に最初の方かな。なんかここら辺がさ、やっぱなんか BE:FIRST ならではっていうすごい感じがするっていうか、なんか感謝とかはよくあるじゃん、全然それもすごいありがたいし、ありがとう最高だねってなるんだけど、 なるし、でもさらにそこでさ、自分のことも大切に思わなきゃってなんか気づかさせられるみたいな、なんかそういう、うんうん、伝え方するじゃん。あれだよね、そのなんか他の人からすればなんかその一歩がすごい一歩に見えなかったりとか、ちょっとあんまり踏み出せなかったりとか、一歩にならなかった日々もあなた自身はちゃんとそれ分かってると思うからみたいな、その一歩の大切さみたいな、大きさみたいなのが、うんうんうん、そうだからあれだよね、他の人の意見とかはまあ気にはしちゃうかもしれないけど、なんかあんまりそれにとらわれずに自分を大切にしてねみたいな、自分のその気持ちを大切にしてるみたいな感じだったよね。うん、すごいね。これをさ伝えようと思った経緯とか、どういうところでそうなるんかね。なんかレオくんがなんか本とかこう いろんな人と話する中で、なんかこういうことで悩んでる人多いからとかさ、なんかそういうので伝えようって思ったりするんかね、うん、こういうこと伝えたいなとかさ、なんか自分の中で発見があって、うんうんうん、そういうことを伝えたらみんなの気持ちが少しでも軽くなるかなとか、そういう感じで言ってくださるんかね。ねえ、いやねえ、ちょっとすごいよね。いやそうなん、なんかちょっとレベル違う、なんか質違うよねやっぱりね。うん、やっぱりあれなんかな、ちょっと他のホールツアーとかでどういうね、あのトークとか MC されてたか分かんないけど、やっぱね、やっぱアリーナだからさ、会場に人も多いからさ、やっぱね、あの届けられる人数も多いし、うんうんうん、うんうん、なんかいろんな人に刺さるように言ってくれたんかなとかさ。うん、そうだね。まさかさ、ライブ来てさ、わーすごいギャーみたいな気持ちから、こんななんか優しいお言葉までいただけるとは思ってないからさ、うん、基本的にはね、なんかすごいプレゼントっていうかね、うん、ライブだけでも嬉しいしさ、最高なのに、うん、こうなんか人生に、人生の教訓みたいなのもさ、いただけて。いや、そうなん。本当に、うん。でさ、そのレオくんは、そのバイグッバイに入る前にさ、その、今日みたいな、なんか幸せな日々があったら、なんか辛かった昨日にも、ありがとう言えるようになれますみたいな。なんか僕たちにはタイムマシンないけれどっていうね。うん。いや、そこもいいよね。ねえ。わ、ほんとそうだなーっていうね。ね、うん、で、なんか、フォーメーションがさ、ちょっとずつ変わってって、あ、これはざわざわみたいな、もしや、うん、みたいな。うんうんうん。で、あなたにしか歩めない昨日とか今日とか明日を過ごしましょうって、そしてまたこうやって素敵な時間を共に過ごしましょうみたいな。うんうんうん。うん、だからあなたの人生を大切にみたいな感じだよね。ねえ、やりがたい。うん、最後に、で、最後に、まあ、今日というエンドロールに、エンドロールちょっと、ね、その曲はさすがに、もう分かる人いる。エンドロールは、だいぶオタクじゃないと分からんよね。うん、そう。大島優子さんのユニット曲ね。いや、そう、野呂佳代さんいるって聞いて、折り目に野呂佳代さんってこと知ってすげえびっくりしたから、そっかそっかと思って、そうだわと思って。びっくりせんで、まあそうだね。まあまあ置いといて、まあ、だから今日という、まあ、エンドロールにっていうさ、うん、あのそうそうそう、いい入りだよね、バイグッバイのね。いや、そうなん、だから本当レオくんのお話とつながってるもんね、なんかリンクしてるもんね、歌詞みたいなのがさ、うん、うんうんうん、うん、いや、そうだわ、だからさ、だから私そうだわ、もうまた思い出してきた。なんかさ、ほら実際行った時さ、なんかもう多分感動してるわけ、実際に聞いた時もこうなんか衝撃すごくて、うん、レオくんの言葉が、そうだね、そう、なんかこうグッと来てる中で、レオくんがそのバイグッバイまでつなぐじゃん。で、そこでさ、バイグッバイかかった時に、まあ当時も言ったけど、ほんとバイグッバイってこういう曲でもあるんだっていう、なんか私が持ってたバイグッバイって曲のなんかイメージみたいなのちょっと変わって聞こえて、うん、変わった感じで聞こえて、なんかすごい感動したよね。なんか、え、そういう気づきも与えてくれるんと思って。うん。なんかね、すごい染みたいよね、バイグッバイっていう曲が。あー、確かにそうだね。なんか新たな意味を持たせてくれたって感じだよね。まあ、こちらの解釈としてもさ、
だってさよならにさよならってことでしょ。うん、ねえ、なんかもともと曲がいいじゃん、まあ、明るくてポップですごいキャッチーで、だけどなんか深みみたいなのもね、なんかすごいもらったよね。いやそうなん、深みがすごくて、うん、いや私泣きながら聞いとったわ確か。うわーちょっと待って、うん、思い出してきて朝から泣きそうな、今収録朝なんだけど朝から泣きそうだよそうねえごめん、ちょっと朝だから鼻声かもしれんそれただの朝のあれだよねそうそうそう。でサビとかはさ、本当に後ろのスクリーンが結構カラフルな、あのバイグッバイのカラーってあるじゃん、あの MV の世界観みたいなカラー、うん、ああいうさなんか色の感じのスクリーンで、後ろがだからとにかくすごい華やかで明るくて、で顔を見たらみんなの表情も見たらすごいなんかちょっと微笑み感じるような温かい感じで歌ってて、なんかこう私ほら泣きそうな感じで見てるからなんかやばいんで、そのなんかもうやばいんで、うん、この優しそうな感じとか、確かに。でその後ね、私ずっと聞きたかったソータのありがとうやがだから聞けてよっしゃーってなったん、うん、確かにそうだね、ここもそのポイントだよね、やっぱ生で見たかったとこだもんね。そうそう、バイグッパやっぱりさ、ここ見たかったみたいな結構多くて、うん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 、そうそうそう、もちろんあのこのコツンコツンパートもだし、そうだね、2番目の冒頭ね、そうそうそう、注意ポイントでさ、でさマナトがなんか気をつけなきゃねーのこの拳のところも、そううちら見に行ったところ見に行った時もあったからさ、うんねえこれこれみたいな。確かに、いやでもそうだね、改めて配信ありがとうだわ。なんかやっぱめちゃくちゃ感動したことをさ覚えてるけど、やっぱなんか細かいディテールまでさなんか記憶薄れとって、うんうん、あ確かにいろいろ蘇ってきたまた。いやわかる、なんかね細かいディテール正直あの実際見て多分その時は感動してると思うんだけど、やっぱりインパクトがすごい強いレオ君の言葉とかそういう方にやっぱ後々残ってくからさ、なんか配信って本当いいよね、うん、ね、いい、めっちゃいい。こんな、確かに子供の言ってたけど表情、確かにグレートフルーペインからさこのバイグッバイの表情の変わりっぷりよ。うん、いやそう、あもちろんグレートフルーペインはさやっぱ笑顔って感じの曲じゃないからもちろんそうなんだけど、うん、あなんかやばいね、多幸感がやばいね。あーそうだ、あと言い忘れてた、よくさシューンとかさサビで歌ってる時にさ1サビとかも全員急に遊び出すパートあるじゃんなんかわちゃわちゃみたいなうん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 、うわそうだ、レオくんとね、あリョウキがね、なんか、ま、実際見た時もそうだ、なんか手ブンブンしてるなって思ったわ私。えすごいね、よく覚えとったね。いやなんかすごい、うんそうそう、ブンブンブンみたいな、なんか、うんうん、とりあえず絡みはあったみたい。でも左側のさリュウちゃんとジュノンも一回手パンってこう叩いて、うん、なんか気合い入れてるのがね、なんだろうね、なんか楽しそうな感じだよね。でもねえ、このわちゃわちゃがやっぱバイグッバイのいいとこってかポイントだよね。うん、まあ、もちろんソーマナもそうだし、うんうんうん、あでさらに今すごい思い出したんが、やっぱり実際聞いた時もジュノンの歌声、まあ、特にサビとかすごい高いじゃん、まあ、そもそもサビ入りのさ、うん、さあさあのところもすっごい高いじゃん。いやあれ実際聞いてもそうえげつないなと思って。あそうだね、ライブの終盤も終盤なのにまだこんな喉強いん。いやそうな、全然いけるよみたいな、なんか、うん、そうそうそう、ジュノの歌声のなんか凄さ、なんかキレの良さ、うん、うん、こう実際聞いててもやっぱジュノって本当うまいなって思されたんよね。うーん、そうだね、確かになんかしみじみ感じるとこだわここは本当に、うん、ね、いや思い出してくるね、うん、で一回さバイグッバイが終わった後リュウちゃんの MC になって、でリュウちゃんがさ、ね、皆さん一人一人なんか本当にいろいろ遠くから来ていただいたりとか、まあ、お仕事あったり、まあ、学校あったり、まあ、僕も学校ありますけどって言って、ちょっとその段階で学校そうだよねみたいななんか可愛くなったし確かに。でなんかそれでまだなんか伝えようとしてくれるんだけど、たくさんお仕事あったりって言って、またお仕事のこと言ってさあまた同じこと言っちゃいましたけどって言って、そしたらみんななんかちょっと湧いとるんで、周りのお客さんが嬉しそうなんで、とりあえずでもさ、なんかこれ うちらの絶対勘違いだと思うんだけどさ、なんか実際見た時リュウちゃん話しとった記憶なんか抜けとって、うん、そうなんかうちらなんか記憶なんか吹っ飛ばされたんかれのなんか、うん、そうなんかさ、こうやって配信で見たらさ、改めて聞いたらリュウちゃん結構長い時間喋ってくれとってさ、うんうん、そうごっそり抜けとって記憶から、
いや、わかる。なんか、え、おかしいなと思って。いや、なんかついにいよいよ配信がおかしいんじゃないかと思ってきたよね。うちらね。いや、なんかさ、まあ、こんなことってあれだけどさ、りゅうちゃんがこんな長い間話しとって、うちは多分すごい記憶あるはずだよね。え、そうだ。え、でもなんでな、でもそれともすごいかわいすぎて、凝視して、なんかその、なんかあれなんかね、いいってなって、パーンって吹き飛んだんかね。ああ、でも、それはあれかも。なんかその、やっぱ感動しとったから、やっぱバイグッバイね。この多幸感に包まれとったから、なんか、うわ、やばいっていうのにじわーんって、余韻に浸っとって、でもりゅうちゃん喋ったら切り替えられるはずだな。いや、そうなの。いや、おかしいよね。だから自問自答してるさっきからね。これ見たっけみたいな。すごい。まあ、多分うちら間違っとるんやろね。うちらが気づないだけやろね。まあでも、ちょっとね、まあでも配信に残っとるから、ちょっと、これはもう、繰り返しね、配信までたくさん聞こう。ここも。いや、そうだね。そうだね。だってさ、なんなら僕だってまだ未だに緊張するんですみたいなことして、こんな可愛いのなんで忘れとったんってなったからね。本当に。確かに。そうそうそう。なんか内容もすごい可愛くて、で、なんかうちら大好きそうなんに。大好きそう。いや、そうそうそう。なんかあれなんかね、愛していますをまとったんか、ルチャー、それとも。ちょっと、それはそれとも、どう。そうだね、やっぱレオくんのあれがあって、で、バイグパイがあって、でさ、その最後にさ、また、で、最後にもまたあるじゃん、ソータの。だからそこでちょっとサンドイッチされちゃって、リュウちゃんのやつが、ちょっと記憶がちょっと、ふわって抜けたんかもしれん。いやだ、もう、今頑張って呼び起こすね。本当に。で、皆さんの愛は伝わってるので、おかしいな。本当なんで動いてないんかね。聞けば聞くほどだよね。いや、そう。絶対覚えてるはずなんだけど、おかしいな、みたいな。いやいや、もう、まあ、伝わってるので、まあ、その愛を胸に、なんか、頑張っていきますって言ってて。ねえ、ずっと疑問、ずっと首かしげとるんよ。いや、そう。こんな素晴らしいこと言っとって、私、なんか、脳みそどっか行ったんかなと思ったよね。マジで。ねえ、なんか聞き逃すのわけないみたいな、そういう気持ちでおるねんか、うちは、りゅうちゃんのね、ありがたい言葉なんてさ。まあ。で、以上でね。急に終わるから。まあ今日バイグッバイと、あとはまあちょっとした MC みたいなところで終わったけど、やっぱちょっとね、ダンクすごい、もう、多分ダンクほんと背中にピトってくっついとる、もしかして。ダンクショーケース。もう俺、しょっとるかもしれん。ダンクショーって走っとる今。そう、ダンダンって。てん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 。いやー、でもなんか、すごいね、噛み締めたくなるね。でもさ、ダンクもダンクでね、すごそうだから。てか、ライブっていいね。BMSG のライブってやっぱいいよね。そうだね。もう見応えたっぷり、話したいことたっぷりだもんね。まあだから、ダンク背負いながらだけど。まあだからさ、次のうちらの感想が楽しみだよね。そうだね。